働きたい、雇いたい、その思いをつなぐ特定技能総合支援事業。特定技能、航空分野について説明します。航空分野は飛行機を駐機場に誘導する、飛行機に荷物を運ぶ、飛行機の清掃を行ったり飛行機を点検・整備する仕事です。2024年3月までに最大で2200人の受け入れを見込んでいます。業務内容は空港グランドハンドリング業務と航空機整備業務の2つに分けられます。まず空港グランドハンドリング業務は飛行機の地上走行支援、手荷物や貨物の取り扱い、飛行機内外の清掃などを行う業務です。地上走行支援は飛行機の駐機場への誘導や移動の支援を行います。手荷物・貨物の取り扱いでは仕分けを行い、コンテナへの積み付け・積み下ろしを行います。そしてそのコンテナを飛行機へ運んだり下ろしたりします。他にも飛行機内の清掃や機体の洗浄、お客様の忘れ物がないか確認したり、機内で使うものの補充なども行います。これら業務はチームリーダーの指示をしっかり聞いて業務を行いましょう。次に航空機整備業務。空港に着いた飛行機の整備や1年ごとなどに実施される大規模な整備、装備品や原動機の整備をする業務です。飛行機が常に安全に飛べるように整備をする大切な仕事です。国家資格整備士らの指示をしっかり聞いて業務を行いましょう。航空分野で活躍する先輩外国人の方々の事例を紹介します。受け入れ企業からの評価です。指導時にどう伝えればうまく相手が理解できるのか改めて考えるきっかけとなりました。当社では外国人の方が多く働いている部門もありますが、今後ますます活躍していく外国人の方々を育てていくためにどのような指導方法がいいのか、社員自らが考え行動できるよう人材育成に取り組んでまいります。続いて先輩外国人本人の声を紹介します。一つの作業でも多くのことを覚えないと仕事ができないことに驚きました。行き先や取り扱う航空機によって作業も違うため、一緒に働く作業者とよくコミュニケーションをとって作業を行っています。航空分野の仕事はチームワークを発揮して空港の安全とフライトスケジュールを守ることが大切です。日本の航空分野にはあなたの力が必要です。特定技能総合支援サイトでは他にも外国人の方々に役立つ情報を見ることができます。特定技能で働きたい、あなたの活躍を支援します。